えと本日はですね、えー、ご説明といたしまして、まずあの会社概要といたしまして、当社の特徴、それから、えー、と足元の連結決算の概要、えー、3点目に成長戦略、をご説明させていただきたいと思っております。はい、まずえと会社概要ですけれども、えー、と当社あの、営ビジョンといたしまして、すべての企業、世界に償うことばのコンシェルジュと。 定めておりまして、えーとまあ、翻訳を中心にですねあの多言語コミュニケーションの促進というところを、えー、やっております。事業の内容なんですけれども、えーまあ、翻訳事業が、えー、約8割弱というところでも、ほぼほぼ翻訳です。でそれ以外で、えーまあ、あと通訳事業ですね。えー が派遣事業があるんですけど、この派遣事業もですね、まあ、一般事務等々というよりは、むしろ通訳者、翻訳者の派遣事業というところをメインにやっておりますので、まあ、全体でほぼ通訳、翻訳の会社だと思っていただければと思います。で当社グループの特徴なんですけれども、まず一つ目として顧客ポートフォリオ、二つ目にテクノロジーの活用、三点目に外国語の総合サプライヤーと。 この3点の特徴をご説明させていただきます。えー、とまずあの、顧客ポートフォリオなんですけれども、えー、当社、のお客様がです、ね、年間に大体あの稼働するお客様で3600社くらいございますで、えーと。受注件数にいたしますと4万9000件という件数になりまして、まああの、もちろん大きな案件もありますが、それだけではなくて、ちっちゃな案件も、えー、丁寧にこなしていって、お客様にご信頼いただいていると。 という実績を誇っております。で、お客様の産業セクターを大まかに分けます。まあ、そちら記載しておりますような、えっ、ー、と、医薬品とか特許とか分かれていくんですけれども、当社は特に業界の中でも強いのが医薬品と特許ですね。で医薬品はですね、えっ、ー、と、お客様としてはもう製薬会社、あるいは CRO 様といったところが中心になるんですけれども、まあ、大体、あの、 まあそちら記載してますが。世界の売上高100億ドル超と、まあ、いわゆるあのメガファーマーと言われる人たちですね。メガファーマーと言われるお客様の、まあ、大体9割強はもうすでにお取引いただいているという状況にございます。で特許はですね、えーと、特許事務所様からお仕事をいただくケースと、えー、と大手企業の知財部様からお仕事をいただくケースと、まあ、主に2系統に分かれます。 で、えー、ま、そこで取引実績といたしましては、あの、大手の事務所様の大体7割ぐらいは既にお取引をいただいているといった状況でございます。で、製造業といたしましては、えっ、ー、と、当社、あの、自動車関係が多いです。で、特にまあ自動車関係といっても幅広いですけれども、自動車部品の会社ですね、あの、生、完成者メーカーというよりは部品会社の方からたくさんお仕事をいただいております。 で非製造業というところ、まあ、サービス業のところですと、やはりあの IT 系がえ中心になっておきます。まあ、IT 系はあの、えー、内資というよりも外資系の IT 系, IT 系の企業の方が多いですねで。金融保険法律事務所ですね。えー、とそれぞれ、あのすごく大きなボリュームではないですけれども、それぞれいただいております。で官庁なんですけれども、官公庁、あの独法とか、公益法人とかですけれども、 これはですねあの、もちろんお仕事をいただいておりますが、おそらく他の翻訳会社様よりは比率としては低くなるんじゃないかなと思ってます。あの、官庁期やっぱり入札になりますので、だいぶ、あの、えっ、ー、と利幅が小さくなってしまいますので、えー、まあ、あの、取れる案件だけを着実に取っていくというところでやっております。 でえー、と続きまして、テクノロジーの活用というところなんですけれども、えー、とこちらでご説明したいのはですね、あの我々、機械翻訳、そこ MT とあの記載しておりますけれども、MT を業務の中に積極的に、非常に積極的にあの導入しております。あのよくあの機械翻訳がここまで性能が出てくると、あの 人手翻訳の仕事。まあ、我々が、あの、メインにやっているコアの部分ですね。そちらの方のニーズがなくなるんじゃないのかというところをですね、もう Google 翻訳が登場して、ずっと私、あの、いろんな方々からご質問いただくんですけれども、実際もう、あの、Google 翻訳導入されてからもだいぶ経ちますけれども、我々こうしてお仕事をいただいております。あの、先ほどご説明したように多くのお客様から、あの、お仕事をいただいております。で、むしろ MT は我々とカニバリするというよりは、 むしろあの我々の効率性を促進するものだというふうに捉えて、この数年ずっと取り組んできております。はい、でここの取り組みというのは、おそらくあの業界内でもあの我々の方が一歩リードしている環境なんじゃないかというふうに思ってます。で効率性ってどういうことなんですかと言いますと、こちら、MT 導入前と MT 導入後というところで、えー、記載しておりますけれども、 えと単純に見ていただいても、あらり率が、えー、と5ポイントぐらい上がってます。でなぜあらり率が上がるのかっていうと、ですねあの MT の機械翻訳を下役にして、それを人間が修正していくという形でやっていくと、ゼロから人間が訳すよりもやっぱ早いんですよね。でその早くなった分だけ、えー、当然時間あたりの生産性が上がりますので、その分あらりが増えているという、えー 結果が出ておりますなのでここのところは、えー、と我々はあの機械翻訳をですねあの決して我々とカニバりするテクノロジーではなくて我々に効率性をもたらすテクノロジーあの、まあ、いわば道具ですね道具としてしっかり使いこなしてきているというところが一つの特徴でございますで次、えー、3点目があの、えー、と総合サプライヤーというところなんですけれども、えーと 特にご説明したいのは、この通訳の部分ですね。あの、業界外の方々から見られますとですね、あの、そらく翻訳と通訳なんか似たようなもんでしょうと思われる方々が非常に多いかとは思いますな。なんですけれども、実際はですね、あの、業界の成り立ちといたしまして、えー、翻訳会社、翻訳メインの会社と通訳に強い通訳メインの会社っていうのは、実は、あの、全く分かれております。 で翻訳会社というのは世の中に非常にたくさんありますが通訳会社というのはそんなにたくさんないんですね。でそれをオーガニックで育てようとするとなかなかにあの厳しいというかまあまあ無,無理ですあのオーガニックで育てることは無理なのでまあ我々はあの ISS という会社を買収することによってその通訳機能というものを付加することに成功いたしました。 ISS というのはもうえと創業でも50年、四半世紀、半世紀超えるえと通訳業界の中の老舗の一社でございます。はいえー、とそういった意味でえとまあ通訳、翻訳を揃えていると、まあ、いうところと、あとこちらのメディカルライティングとかあの外国出願支援と、まあ、そういったあの我々があの翻訳で強みを持っている部分のより専門性の高い部分、要するに翻訳だけではなくて、その原稿自体。 例えば、新薬の申請資料を書いてしまうと、ライティングしてしまうというところまで専門性を深めていっているというのが我々の特徴でございます。はい。えー、と続きまして、えー、と連結決算の概要をご説明させていただきます。はいえー、と24年3月期の第3四半期の業績結果でございますが、 えと売上高が83億2300万円で3.2%の増加で、えーと。営業利益が5億7800万円で、えー、マイナス6.9%。経常利益が、えー、と5億9700万円でマイナス4.7%。純利益が、えー、4, 億4億円で、えー、とマイナス4.2%。 という結果に終わっております。あの、増収減益という結果に終わってしまっております。で、えー、これはですね、もう、あの、理由は明白でして、また後でもご説明しますけれども、医薬品ですね、あの、先ほどから我々の強みだと言っている医薬品の部分がですね、あの、減収してしまっていると。で、他の部分はいいんですけれども、そこの影響を受けて、えっ、ー、と、全体で下がってしまったと。 いうところがまあ非常に大きなあの要因でございます。はい。でこちらがです、ね。まあ先ほどご説明したようなサマリーなんですけれども、まあ今あの伸縮率売上の方の進捗率で言いますとまあ72%程度ですね。で利益の方で言いますとまあ57.8%とまあ前前年の進捗よりも今ちょっと よろしくない状況にある。利益面ではちょっと苦戦しておりますというのが今、足元の状況でございます。で、えー、とこちらですね、先ほどご説明申し上げました、あのえー、それぞれのセクターの状況ですけれども、えー、とまずこの翻訳事業ですね。翻訳事業が全体で0.3%、えー、と,とがマイナスの0.3%になっています。 でえー、とそこで、えー、それぞれの専門分野ごとに見ていきますと,、えー、と特許が、えー、プラスの6.7%です。ここは非常に堅調に推移しております。えー、MT を使ってです、ね、効率化していくというご説明、先ほどいたしましたけれども昨今やはりあの、えー、特許出願に対するコストと というのを少しでも下げようというインセンティブをお持ちのお客様が多いですので、えー、とそういったお客様に対して、我々の積極的な価格をご提案しております。でそれがご評価いただいて、えー、6.7%の増収という結果になっております。で、次が医薬です、まあここが問題のところで、えっ、ー、と、前期比で今、8.3%の減というふうになっております。で、えーと、こちらがですね、まあ、減収してしまった要因なんですけれども、 えーと外部要因か内部要因かというと、えーまあ、もちろんその今、製薬業界すごく景気がいいですという業界ではございませんがあのどちらかというと私としては今内部要因でこうなってしまったというふうに考えておりますでなぜかと申しますとあの東京地域両方地域それぞれ製薬やってるんですけれども大阪の方は実は伸びてるんですねで下がってしまったのは東京の方なんです。でしかもその 特定のお客様の取引が極端に減ったというところが原因なんです。でそこのところ、非常にまあお取引額の多かったお客様なのでえ、そこのところが減ってしまったという、その穴を補いきれていないという状況ですので、え業界全体というよりはむしろあの当社が、そこの,あの残念ながら離反されてしまったお客様の穴を埋める営業努力が足りなかったというところが原因だというふうに反省しております。 でその特定のお客様があの離れられてしまった理由っていうのは、あの両方ともあの外資系のお客様なんですけれども、えっと、グローバル、グローバル本社からの指示で、あのグローバル本社経由で日本語の翻訳も全部発注するというふうに方針を切り替えられるというところがあったので、えー、それがたまたま2社重なってしまったというところがあって、 えー、我々としては非常に今、あの厳しい状況になっております。で、えー、とこういったそのグローバルの指示であの、一元管理に切り替えていくっていうのは、過去にも何回かあったんですけれども、大体また帰ってきていただけると、やはり日本語って非常に特殊な言語ですので、なかなかハンドリングが難しいと。 そうなりますと品質面あるいはコスト面のところを勘案するとやっぱりあの日本は日本ローカルでやった方が効率的じゃないのかというところでまたあの帰ってきていただけるというところもえーと期待はできるんですけれどもただそこにあの寄りかかることなくですね新しいお客様を探していくということを目下取り組んで頑張っておるところでございますで続きましてこの工業ローカライゼーションのところが0.7%のビゲンと いうことになっておりますが、こちらはですね、えー、実際には中身としてはあの伸びてます。どういうことかと申しますと、作体で言いますと、昨年ですね、非常に特殊なあの案件があったんですね、特殊な案件って、まさにその観光庁がらみのところの案件があって、すごく売上規模が大きいんですけれども、すごく利幅が少ないという案件があったので、売上ベースで見ると、えー、とそれとの、えー 対比落差で、えー、と減収ということになってますが、それをなしで考えますと、ここはしっかり成長しておりますし、えー、と利益面でも、えー、削減に、えー、当然あの、売上下がってますけど、あらる率は上がってますので、えー、そのベースで見ると、えー、その決してあの成長が鈍化しているというようなセクターではございません。で、<laughs> 失礼しました。金融ホームのところですけれども、こちら5.4%と。 えーと大きく伸びておりますが、この、えー、伸びているあの一つの大きな要因というのは、やはりあの IR 系ですね、IR 関係、えー、と決算単身とか招集通知とか、まあ、そういったのところの IR 系の翻訳ニーズというのがあのどんどん増えてきておりますので、えー、まあそれに後押しされる形で、えー、今、伸びてきております。 発見、えー、事業も6.3%と伸びてきてるんですが、これはですね、逆に、昨季は悪すぎたので、そこからの戻りでこう大きく伸びてます。で通,常通常の年ですと、こんなあの6%も大きく成長するような事業ではなく、まあ、大体2%から3%ぐらい着実に伸びていくというところが、えー、ある事業体なんですけれども、今期は昨、ま、季、あ、伸びなかった分の反動像と。 いう形で大きく伸びておりますで通訳はですね、えー、とこ,こちらが25.9%と、まあ、非常に大きく伸びてます。でこの要因はあのコロナからの回復というところですね。えー、今までコロナ期にずっとあの中止されてた案件というのが一気に動き始めてますんでそれがあの昨年もそうだったんですけど、まま、今期もまだ引き続きその動きがあるというところで、えー、と非常に大きく伸びてきております。 でコンベンション事業は伸び率で見るとあの60%大きいんですけど、こちらはもう、えー、非常に売上も小さくてです、ね、われわれ非常になんですか、あのコンベンションを単独で見ると、もう本当に零細な、えー、プレイヤーですので、まあ、なかなか厳しい環境から出しきれないという状況でございます、はいえー、セクター別の状況は以上でございます。 で、えー、と市販規えー、見ていただきますと、まあえー、売上ベースで見ると、まあえー、プラスの3級同士で見て、えー、プラス7200万ですで。ただ、今ご説明してきましたように、利益面では、えー、とマイナス400万と、違、え、約、ー、分で下がってしまった売上減現象がありますので、そこで販管費が上がってますから、販管費の増加分を補いきれずという結果に終わってしまっております。 はい。で、えっ、ー、と、期末予想はですね、えっ、ー、と、現在のところ変更しておりませんで、もちろんこ、今ご説明したように、この分野別のですね、あの、増減というところで言いますと、えー、もうかなり、えラ、ー、ばらつきが出てきてしまってます。予想以上にいいところ、悪いところ、かなりばらつきが出てしまってますけれども、まあ、大体、売上としては近下い線まで追いついていけるんじゃないかなというふうに、 思って今最後の追い込みをしているところですね。我々は第3四半期よりも第4四半期の比率の方が高いので、今そこのところで最後の取り組みをしているところでございます。で利益の方はですね、なんとかあの最終利益7億というのが確保できるように目下取り組んでおります。はいえー、と続きまして、最後にあの成長戦略をご説明させていただきます。 はい。えっ、ー、と、こちらはですね、えっ、ー、と、矢野経済さんのレポートをですね、あの、元に作成させていただいているものなんですけれども、えっ、ー、と、国内の翻訳と通訳の市場を合わせると、大体3000億円ぐらいになるというふうに試算されております。 でそれで単純にじゃあ、当社のシェア何パーセントなんですかっていうと、まだ3.7%しかないんですね。あの当社が業界では大手だと言われておりますが、それでもまだあの4%に満たないぐらいのシェアしかないと。なので、当社、まだまだ国内でですねあのしっかりとシェアを取っていける余地は、拡大の余地はあるというふうに考えております。で、今あの、えーと、5次中期計画を進めておりまして、えーと 新興期、今期がその2年目で、来期が最終年度になるんですが、えー、中継の最終の目標数値というのが、えー、売上高121億、営業利益11億、純利益7億5000というところを、えー、目標にやっております。で、そのための重点施策といたしまして、えー、ドキュメント集約メカニズムの構築と、ドキュメント別言語、資産活用モデルの確立と、 で、最後に働き方改革や事業変革を支える経営基盤の整備というところを掲げております。で、本日は、えっ、ー、と、前の2点ですね、ドキュメント集約と,、えー、とその言語資産の活用というところをご説明させていただきます。まず、あの、ドキュメント集約メカニズムの構築というところなんですけれども、えっ、ー、と、なぜドキュメントを集約しなきゃいけないかというところでございます。えー、こちらですね、今、ざっと、 書いております。あの、試験計画書とか、試験報告書、製造指示書、えーあごめん、製造指図書、バリデーション資料から始まりまして、えー、申請の段階で CTD で、えー、申請し終わった後に販売の段階で添付文書とか使用物とか、あの、書いております。これ、あの、一つの薬、一つの薬を世の中に出していくためには、 これだけ多種多様な、もちろんこれだけじゃないです。これは大まかなものだけです。多種多様な、えー、と試験、実験、知見の結果をまとめた、えー、と報告書を作成する必要があるんですね。で、これを、えー、と当然、輸出入しようとすれば、日本語から英語にしたり、英語から日本語にしたりする必要があります。 でこれだけさまざまなタイプな資料ではありますが当然に中身は相互に関連するわけなんですその,そのドキュメント1つがあの1つで単独で成り立つわけではなくていろんなところで入り組み合って入れ子構造になるんですねそうなりますと1個の資料だけを翻訳してしまうよりは全部の資料を見通した上で翻訳した方が重複箇所もたくさん出てくるのであのコストを抑えることができる。 でまた、それだけではなくて、やはり同じ言葉は同じ言葉で翻訳していくと、同じような表現を繰り返し使っていくというようなところをやります。でそうすると、やっぱりビジネス文書ですので、表現の一定安定性というのは品質維持のために絶対必要ですので、そこのところも確保できると。 なので、今回の試験は A 翻訳会社、今回の試験は B 翻訳会社と、そういうような割り振りをするのではなくて、えー、と当社に全部お任せいただけませんかと、でそうすることによって、あの品質はより安定、向上いたしますしあの、コストも下がりますよというところでお客様にご提案しております。でえーはい でこれがですね、まあ、お客様に評価いただいて当社、の医薬品今、今期下がってしまってますけれども実は医薬品の開発分野というところで言いますと非常にあの大きな成果が出ております。 はいでそのドキュメント集約というところで、今、あの医薬品を例に申し上げましたけれども、それ以外といたしまして、例えばこんなのもありますよというところで言いますと、やはり IR のドキュメントなんですよね、あのまあ、まあ今あの、プライム市場で義務化されると言われているのは、あの単身、決算単身ですけれども、決算単身、適時開示ですけれども。 まあ、適時開始資料は別にいたしまして、あ決算短信と招集通知というのは当然ながら非常に内容が似,う似通ってきますし、あの決算短信も、えー、とクォーターごとに前のクォーターの内容というのは当然引きずってやってきています。招集通知にしても前年の招集通知を引きずってくるというようなことは多々ございますので、そこのところをきちんと管理していかないと、 日本語では前年と同じ表現、前期と同じ表現が出てきているのに、英語で見ると全く違うことが書いてある、前年とは全く違うことが書いてあるというような状況が生まれてしまいますので、そこのところをきちんと管理していかなきゃいけない。ドキュメント感、あるいは時系列の年度感というところをきちんと管理していかなきゃいけなくて、それを我々はあのシステム使って、 やはり翻訳支援システムっていうのがありまして、それでデータベース化して全部できるようにしてますので、そういったところも含めて、またお客様にご提案していただきたいというふうに思ってますし、特にあの IR の分野で言いますと、そうやって、えー、再利用できるところを再利用していかないと、おそらく時間的に間に合わない。日への同時開示というところが今求められておりますので、それを本当に同時開示をあの複数者、 まあ複数社非常に多数の1600社でやっていくということになりますと、ええー、やっぱそのデータベース化してシステム使ってできるだけ効率性を高めてやっていくということをしないとなかなかにあの時間が足りないんじゃないかというふうに思っておりますので、まあここは我々のノウハウが十分に活かせる部分になるんじゃないかと思っておりますし、それの能力を十分に発揮するために今、あのプロネクサス様ともえっと、 事業提携いたしまして、えー、と一緒に取り組んでおるところでございます。で、えー、と続きまして、えーと、ドキュメント別言語資産活用モデルの確立というところなんですけれども、これはですね、先ほど申し上げましたように、さまざまなドキュメントを集約して出していただくと、そうすることによって、まあ、効率性が上がるんですけれども、それをその文書作成という意味だけではなくて、今度それをいわゆる AI、 の学習材料にしませんかというご提案ですね。で、今、現実に今、我々がやってるのは、あの製薬カスタムモデルというのを NTT さんと一緒に、えー、と作って、えー、と販売してるんですけれども、えー、本当、製薬業界専門の、えー、機械翻訳です。で、日本語に見、日英、日本語英語の分野で製薬に関して言うと、おそらく日本で一番いい。 性能を出しし続けてていいるるののがが我々がご提供こモデルだとううふうに思っています実際、試験結果でそういう結果が出てきておりますずっとずっとそういう結果が出てきておりますので、まあ、ここのところはあのなかなか負けないかなと思っています。なぜそんな性能がいいのかというと、NTT さんの技術も当然素晴らしいんですけれども、それだけでなくて、実際に製薬会社の方々に、 ご提供いただいているデータを、生のデータを学習してるんですね。なので、えー、と非常にリアルな現場に近い翻訳が出してくる。で、じゃあそのデータを集中管理してるのはどこなんですかっていうと、実は当社なんですね。翻訳センターでそのデータを集中管理してます。で、なぜ翻訳センターで集中管理できるのかというと、人手翻訳を、えー、と当社に集めていただいているからですね。お客様としては翻訳センターに発注するっていうインセンティブが、ここで2つ あるわけです。一つは、えーと、ドキュメント集約化していくというインシデントで当社に集約していく。そこでコストを削減していく。品質を向上させていく。でもう一つは、そこで集めたデータを制約カスタムモデルに学習させると。そうすると、機械翻訳の性能も複的に上がっていくということは、当社にご発信いただければできる。 いうところでご提案しておりまして、今、二十数社のお客様でご導入いただいております。で、実際にえとそこで、MT 買っていただくと、われわれの発注が減るんじゃないのかというふうに思われるかもしれないですが、えっと、実は MT 買っていただいたお客様のまあ導入12か月後というところで見ますと40、40%ぐらい。 あの増えたお客様が多いです、これはあの18社ですね、まだ今、集計に入れてないお客様いますけれども、導入時点の前後12ヶ月で比べると、MT を買っていただいて、導入していただいた後の方が、我々への人手翻訳の発注というのが増えてるんですね。なぜかというと、やはり機械翻訳だけでは、決して処理しきれないというところ、あの完璧なものは出ないんです、必ず人手での修正が必要になると。 その人手での修正というのをまあ我々が非常にあの得意としてますのでそこのところで我々の発注量が増えているというところでございますなのでえと目下の課題は制約では非常にうまくいったんですけれどもこれを他の分野でもどうにか展開していきたいというふうに今試行錯誤しているところですで今あの機械翻訳の話をしたんですけれども実際にあの 集めた、えー、言語データを集まった集約された言語データを使う先って今も機械翻訳だけでなくてもいいんですよね別にあの皆さんご存知の通り昨今のチャット g t p を代表される LLM 大規模言語モデルというのが非常にあの騒がれておりますけれども我々はオリツィさんと今あの提携してっ、えー、と様々な活用方法の検討というのをしております 特に翻訳に限らず、ですねいろいろ使えるんじゃないかというところで、えー、いろんなトライアンドエラーをしているというところでございます。はいでえー、以上が、えー、今やっている中継の取り組みですが、えー、ここでわれわれの成長のイメージというところを、えー、お話しさせていただきたいと思います。 1えーと一つ、やはりあのベーシックにあるのはあの、オーガニック成長ですねあの、一番規定部分で一番大事な部分はオーガニック成長です。でそれを、えー、とテクノロジー、まあ、特に具体的に言いますと、今ですと、まあ、あの機械翻訳 MT ですけれども、まあ、将来的に言いますと、まあまあ、LLM 等々ですね、をもう十分に取り組んでいって、えー、生産性、効率性、向上、あるいは新サービスの育成とか。 いうところもや視野に入れつつ、まあオーガニック成長を遂げていくというところが一番コアな部分だと思っております。で、もう一つはやはりその上,上段に書いております MA ですね。あの、えー、今期もえっ、ー、と福山産業翻訳センターとこれ非常には実はあの特許に強い特許分野では小さいですけれども老舗の、えー、翻訳会社です。まあそちらと今一緒にやらせていただいて、えー、と、う、え、ん、ー。 また特許分野のさらなる増強とというところに取り組んで、いいるところでございますで、えー、と ISS、通訳のところでもご説明しましたように、やはり MA もですね、われわれにとってはですね、あの成長を加速させる重要な手段であるというふうに認識しておりますので、それにも積極的に取り組んでいくというふうに取り組んでいっております。 はいで、えー、と最後になりましたが、えー、と株主還元についてでございます。えー、と当社ですね、えー、徐々に安定的増配というところを胸に、ですね、えー、配当を続けさせてきていただいたんですけれども、えー、と21年3月期にですねあのコロナの影響を受けまして、大きく現役、えー、になってしまいました。でその際には、誠にあの残念なんですけれども、減配させていただきましたが、 昨日、えーね、は、えー、と45円の過去最高配慮に戻さ,戻させていただきまして、えー、とまた今期もです、ねえー、と今、現時点での予想では50円を予想させて、過去最高の更新を予想させていただいております。はいえー、なので、できるだけ株主の皆様にもご還元できるように、えー、と今期の業績達成に向けて、です、ねえー、と邁進していきたいと思っております。 はい、えー、私からのご説明は以上でございます。どうもありがとうございました。